今回は不道徳教育講座を紹介します。三島由紀夫が伊原西閣の本庁二十不幸に倣って書いたユーモラスな逆説的道徳の勧め嘘いじめ暴音などの悪徳を奨励し内的欲求を素直に表現することで近代文明社会が失った健全な精神を取り戻そうとするそして 自分のうちにある原始本能を強落することこそ文明人の最大の楽しみと説く頭のいい人の丁寧に書いた不道徳教育講座僕ののの読んだ最初の三島由紀夫の本です不道徳教育講座っていうあくまでもちょっとうさんくさくて軽薄そうな題ですがこの本は決してバカが勝手に気取って書いたありふれた偽役的な本ではないのです。これは すごく頭のいい人によって丁寧に書かれた文章の魅力がどんなものであるかを見せてくれる素晴らしい味のある作品ですがそうは言ってもエイリシヒフロムの書いた名作「ザ・アート a ブラビングみたいな本とは違って。 代から醸し出されるニュアンスが読者になんとなく期待させる魔法的であり実用的でありそうなその何かを裏切ったりはしません。これこそが本当にこの本の読書を楽しくさせるところでありますが、この本の代はまさにその内容をうまく代表しているもので、三島さんは下手に悪を使って何か崇高たるものを言っているふりもしなければ、 言おうともしないしもの正直にいろいろなことについて道徳という観念にとらわれることのない考え方の持ち主だけが考えられることをユーモラスに語っていますこの本を読んで僕は新しい感覚を得た気がしてすごく嬉しかったです本当にいろいろなことをこの本を読んで習いましたそして新たに教えてもらった分だけ また別に新しい疑問が心の中にできましたこんな本はそれほど多くあるものではありませんそして文章の完成度もすごく高いのです軽い主題を洒落た文章で気軽く書くのにもこんなに賢くて創造的な展開を見せて文の密度と構造の素敵さを維持できる三島由紀夫さんは なんだかんだ言ってもその分際と頭の良さは認めざるを得ない人物なのでしょう。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。